一本抜き囲碁とは、囲碁のルールを学ぶ過程で用いられることが多いミニゲームである。五番と呼ばれる盤上にそれぞれが一式を持って2色の5石を置いていき、自分の石をうまく利用して、相手の石をダッシュするのが目的のゲームである。囲碁は、ルールだけを見るとそれほど難しいものではない。しかし、実際に対局するとなると、そのルールをどう運用して着手すればよいのか。 勝敗はどのようにつければ良いのかなど難しい点も少なくない。そのため、囲碁教室では初心者に対してある程度の段階に分けて囲碁の遊び方を教えている。ポン抜き囲碁もその一環である。囲碁の根幹をなす石の生き死にのルールを勉強する段階で用いられることが多い。ポン抜き囲碁は囲碁本来の目的である。 地の獲得に関する部分は一旦無視して、囲碁のルールに則り、相手の石をうまく取ることを勝利の条件とする。用いられるものは、通常の囲碁の対局で用いられるものと、大差はない。五番と五石があれば十分である。ただ、五番と五石は、特別に値段が高いものを用意する必要はない。白紙の上に線を引いたものの上に、オセロの駒を置いていくといった。 手軽なもので代用することもできる。ポン抜き囲碁は、あくまでも、囲碁のルールの一部しか用いていないミニゲームである。そのため、飲み込みが早い方であれば、数時間で容量を把握することも可能である。このゲームを、他人の力を借りずに開始、終了できるようになったら、その時点でポン抜き囲碁を卒業させ、囲碁の本来の目的を理解するための次の段階に、 進ませることが多い。なお、このゲームそのものの強さは、囲碁の本来の目的から言えば、あまり深く考える必要はない。ポン抜き囲碁の目的は、あくまで、石を取る方法、取られない方法の基礎を身につけることにあり、その勝敗にはあまり意味がないからである。ありがとうございます。